先生、僕たち、私たちは春の選抜に関して先生堂々と楽しくトークすることを誓います。はい、お願いします。なんちゅう先生やこれ。ちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしい。もっと方向こう先生ってあの時代の。もう一回取り直しますか。いやもういいじゃん、もう一回で十分。一回でオールドルーキーですよ。いやでも言葉を大切にしたあの2011年の野山信介さんのね先生思い出した。創志学園のね。いや早いな。創志学園の野山さんの先生思い出した。いやだから MC やって拾わんとあかんねん早よ。あそうかそうか。今夜は。春の選抜高校野球をとことん深掘り、ダグアウトプレーボール。さあ続いてまいりましょう。続いては甲子園が10倍楽しくなる高校野球大好き芸人お墨付き観戦ガイド。よいしょ。このコーナーでは高校野球マニアのお二人から甲子園を見るときに知っていたら10倍楽しくなるような逸話から小ネタまで様々な丸得情報を教えてもらいます。まずは池田さんの丸得情報はこちらです。神村学園小田監督のホニャララはどの選手よりもすごい。さあ皆さん何か分かりますかね、このすごいとこ。監督がやるあることがどの選手よりもすごいという、プレーってこと。プレーなのか、まあプレーかもしれないですね。声ちゃう、声出し、声出し、監督自らもすごい明るくテンション高くみたいな。いいラインですよ、いいラインですよ、いいラインです。はい。じゃあいいですか、はい、答えは神村学園小田監督のガッツポーズはどの選手よりもすごい。あ、そうなんだ、はい、選手よりも監督がこういくかんだ。あのこれも結構嘘みたいな感じなんですけど、あの監督ってそもそもあのベンチから出ちゃダメじゃないですか。まあ一応ねちょっと怒られたりしますよね、はいはい、しっかり出ていきます。喜びすぎて。じゃあ一目散に選手を置いて自分が出ていくの、客かと思うぐらいすごいんですよ。大丈夫ですか、あの選手とのギャップとかないんですか。監督バーイってる中で選手とか五十嵐さんよくあのお気づきだすけど、はいはい、まあ、昨年もねあの夏出てもうものすごく強いチームなんですよ、はいはい、打線もすごいで、はいはい、でホームラン打って帰ってくる選手をもう自分の感情が止まんなくなって、もうなんかこうやって待ってるんですよ。もうくる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 みたいな、なんか本当ダンソンダンソンみたいな。なるほどね、ダンソンみたいな感じで来て、新村さんな感じなんだで来るんですけど、もう選手もなんか気まずい、あ、そうそうみたいな。そうなんだ、温度差が今のところあるのか、じゃあ、はい、ただもう本当にこの熱い監督小田監督のこれ率いる神村学園、うん、ものすごく打線いいんで、はいはい、小田監督のガッツポーズ死ぬほど見れると思います。ちなみにどんな感じなんですか、ガッツポーズって。ガッツポーズはもう360度パターンもありますし、ちょっとだからそのまあよくあるこのイエーとか、はい、わーもあるんですけど、イエーこれ一瞬小田監督が見える。そうなんだ、ライズアップパターンもあるんで、ライズアップタタタタタみたいなパターンがあるんで、それこれどうなんですか、高校野球ってまあまあ厳しいから審判に注意とかっていうのは、これあの注意の可能性もあります。そうだ、ね、はい、だからもしかすると甲子園出た時にはよそ行きになるかもしれないよ。いや、ただもう一回やってますんで甲子園でも。あ、そうなんだ、はい、やっちゃってる。僕はでもいいと思いますけど、なんかこれぐらいやっぱあの勝負に対して熱くなってますし、このね姿を見て選手たちもついていくと思いますんで、ね、常になんじゃ。僕12月に神村学園の試合ちょっと姫路のウィンク球場まで見に行ったんですよ。ほんで終わって帰りに小田監督来られたんで、わ、一緒に一枚写真撮っていただけ、お、全然いいですよっつって誰か、まあ、いた人に撮ってもらったんですが、はい、チーズの時にこうやったんですよ。もうほんまにすごかったです。じゃあ次はじゃあ行きましょうか、うん、上條さんのね丸得情報はこちらです、はい、彼氏とデートで選抜の応援に来る時はホニャララを出すなと、はい、皆さん何だと思いますか、ね、彼氏とデートで選抜の応援に来る時はホニャララを出すな。じゃあ甲子園デートに来た場合ですね。要するにね、何々を出すなですね。あ、そうかそうかそうか、応援グッズとかいろいろあるのか、なんか出しちゃいけないものがね、応援グッズ、うん、いや応援グッズは出してもいいですね。出してもいいの、なんだろう。正解は彼氏と甲子園デートに行くときは足首を出すな。ん、これは一体どういうこと。なんで足首ダメなの。
いやだから選抜デートで2人野球好きなカップルがね来るんですけど、やっぱり彼氏には野球と私も見てほしいので、ちょっとおしゃれな格好して、ちょっと女の子はねそうするよ、春の選抜なんかトレンチコートなんか着て、タイトなデニムちょっと足首出たような、でほんでペタ靴ちょっとなんかねローカットの靴で来たらもう地獄です。寒いんだやっぱり。寒い、そうだよ選抜はね。あそうなの、もうめちゃめちゃ冷たいと地面とか、あ下からなんだ、はい、そっか、冷気がすごい、そうそう、先発ほぼ比叡山のお堂と同じ。本当に比叡山のお堂行った時に、あこれなんかこうヒヤッとする、あ選抜と一緒やって思った。本当ですこれは本物だな、ヒヤッとするんですよ。選抜はなんか暖かい急旬というか、春の選抜言いますけど、はい、僕らまだ冬やな。全然冬、全然冬、ずっと寒いんですよ。めちゃめちゃ寒いですよ。だ僕絶対持っていくんですけど、その2リットルのただのお湯、ただのお湯、お湯左右を、はい、ただ左右を飲む時間があるんですか。体に良さそうだな。とにかくさあそろそろ次いきますよ。はい、上条さんの丸得情報はこちらです。報徳学園の大角健二監督は、はい、大事な試合前は必ず何とかを食べて決戦に臨みます。減圧に。はい。何を食べると思います？問題になるぐらいから変わったもん食べんねやろな。いやまあまあ。お二人あったんですか？なんかそう現役時代になんかこの試合前これ食べるとか。私はね、ほらプロ野球選手でよく開幕前とかはなんかほら赤飯を炊いたり、はい、タイのお菓子とか、はいはい。うちのかみさんはあんまり気にしないんで、はい、前の日の残ったカレーとか普通に食べて開幕を迎えたりするから。美味しいもんな。美味しいもん。いや美味しい。いつもあまりルーティン的なものなかったですね。逆にそういうのを作らないようにしてますからね。そう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 。逆にほら緊張感出ちゃうから、むしろ2日目のカレーぐらいが一番ええと、ちょうどいいんですよ。ちょうどいいやん、ちょうどいいやん。まあ、選手によりますよ ね、 そうね、こだわる人もいるから、こだわる人なんか結構こだわるんじゃない。僕はもう本当原価付きとか一切しなかった。もう一緒のタイプ。ただ球場に行ったらタイとか用意されてますよ。球場にあります、あのお赤飯とかね、ありますよ。カツとかそうなんですか。トンカツだったかな、なんかお菓子付きのタイ。こんなタイが、いやでも中に逆に験担ぎばっかりルーティーンばっかりこだわってる選手もおるでしょ。おるでしょ。マイケンがやっぱすごかったですマイケン。でもメジャーリーグであそこまで行った選手が験担ぎすごかったらなんかやんないといけなかったのかな。ちょっと今さらながらね、いろいろも。それではちょっと答えいきましょうか。そうじゃない、ね、はい、報徳学園の大角健二監督は大事な試合前は必ずシュークリームを食べて決戦。シュークリーム食べんの、はい、でもこれシュークリームだけじゃちょっと違うんですよ。これ何シュークリーム、あのベルンのシュークリーム、メニューもちゃんと決まってる、はい、あのお店があの西宮にありまして、で報徳学園の近所にベルン高等園店ってあるんですけど、はいはい、そこのシュークリームを必ず食べると。これは大事な試合とか公式戦の時は必ず食べる、はい、そうなんです。でベルンはあのドーナツがめちゃめちゃ有名なんですけど、ドーナツは穴があるから絶対食べない。タコ食べないやつと一緒ですよね。あそう、プロ野球のバッターってタコは意外と食べないですよ。何タコとか。トリ君大丈夫か、これはタコ漁師、取るだけ取るだけ、いやそこらはタコ漁師は食べた方がいいと思うんですけど。そうなんだ。でこの間報徳学園さん行かせてもらう時に、うんうん、ベルンのシュークリームを持って行ったんです、差し入れで。ほんで一応取材時間がね30分って決められてたんですけど、取材時間、はい、1時間半に伸びました。監督も乗ってきたんでしょ、はい、持ってきました、乗ってきたんでしょ、ね、はい、上条さん分かってるじゃないですか、分かってる。取材時間で、あなた何者芸人さんですよ、ね、行きません。いや行きません。一応だって迷惑かかったダメじゃないですか、練習もあるから。あそうか、ちょっと聞きたい、ちゃんとで、ちゃんと聞きたいですね、はい、はい、ろいろね、あの丸得情報ありましたけども、ぜひ参考にしてください。続いてはこちらです。ガチャガチャダグアウト。ガチャガチャダグアウト。このコーナーではガチャガチャで出てきたテーマについてお話ししていただきます。どんなお題が入っているのか。上条さん、はい、ガチャガチャを回して。あ、いいですか、はい、すごい、いろんなのをしてるからね。いやもうこれがやりたかったんですよね。嘘でしょ。お、履正社の寺島ちゃうかこれ。いや田中さんの時でした。そうです、俺の時です。はい、お願いします。あ、甲子園、お深い話、いい話、あ、いい、あ、甲子園聞きたい。まあまあいい話してましたけどね。深い話、泣いてもいいですからね、はい、涙流しながら。いや、今ファイターズでね、はい、もう一軍でも頑張ってるのは細川亮平選手、細川亮平が、まあ、智弁和歌山出身なんですけど、はいはいはい、まあ、彼が高校2年生のもう高1からもうメンバーに入ってて、すごい選手やったんですけど、うん、高2の春か夏ぐらいに球場で
彼のお父さんと僕出会いまして、はいはいはい、そっから仲良くさせてもらって、うん、一緒に応援したりしてたんですよ、はいはい、でも彼が高校3年生になった時に、うん、春夏ともにあのコロナで甲子園がなくなってしまったんですよ。で心配になってお父さんがあまり行かないんですけど和歌山に行ったらしいですね、うん、で良平君どうでしたって聞いたら、うん、なんか親父大丈夫やでみたいな、うんうん、まあまあ、やることも最後までやりきるわって言うてた。で大丈夫なわけないんですよ子供の頃から、ね、目指してた甲子園で。でうわすごいですねっつって、まあまあ応援するしかないですねって、まあ、僕も声かける言葉もなかなかなかったんですけども、その春夏ともになくなったんですけど、春の代替大会としての夏に甲子園交流試合って1試合だけやったんですよ。で確か8月のもう17やったかな、うん、あの智弁和歌山最終日に尽誠学園と試合をやって、はい、でお父さんは嵐山で保津川下りの船にこうお団子とか売りに行くお仕事をやられてて、で休み取れないんですけど、もうそこのいろんな人も協力してくれて、細川さん最後は甲子園行ってくださいっつって、今まで中学の野球も何にも見てなかった最後のその甲子園だけお父さんが見に行ったんですよ。で僕も 見たかったけど、まあコロナもあるし向こうにはその関係者しか行かれへんし、僕はあのタブレットでね自分でこうあの仕事先で入れてくんないもんね、はい、ね見てたんですよ。なら尽誠学園がすごい頑張って、もう大量得点取ってね、智弁和歌山をこう追い込んでいくわけです、うん、で僕が見たの覚えてるの7回かなんかで4打席目やったかな、細川君が全然打ってなくて、はい、でそれもレフトフライやったんですよ、うん、でパッて細川君がアップになった時に、うん、なんか笑ってたんですよ、はい、もうずっと応援してたから分かるけど、あのいくら大会大会とかでもそんなあのチームが劣勢の時にキャプテンとしてニコってするような子じゃない、うん、ないんです、負けてるからね、笑わない、うん、えなんでやろうと思って、で第5打席9回にもう一回回ってきたんですよ、うん、その時のピッチャーゴロでその後映ったまた笑顔やったんですよ、うん、いやこれおかしいなとは思ってたんですけど、うん、まあまあ最後8対1だったら結局智弁和歌山負けてしまって、で終わってからまあ、細川さんに僕連絡させてもらって、お父さんに「まあ、お疲れさんでした」っつって「やりきりましたね」っつって「でおようやってくれましたわ」っつって、で僕がその笑ってたことなんか笑顔でプレーしてたんですよ、なんかタブレットでめっちゃ笑ってましたよって言ったら、お父さんがちょっと電話越しにこうちょっと詰まりながら「ああそうですか」っつって「うーん」って言いながらなかなか声が出てこない感じで「うーん」実は昨日電話したんですよって、うん、であの最後もう最後どういう形でもええから、あのお前の高校野球の最後笑顔で終わってくれたらもう父ちゃんはもうそれだけでいいっていうことをおっしゃって、で あその笑顔の理由って、まあ、そういうことやったんやみたいな、なるほどね、はい、お父さんの約束をこう守ってたんや、ね、私なんかお父さんが今までやっぱり支えてくれたから、はい、お父さんに対してありがとうっていうなんかメッセージもね、ないで、ない、本当に流れや、ちょっと思い出しました、本当に流れや、でもそういうね、エピソードというか、なんだね、そうなんだ、僕この話聞いてるなんか滑らない話に来るのかなと思ってちょっとドキドキしちゃったんですけど、本当にいい話です、いやちょっとすいません、なんかちょっとそう、そうだね、めちゃくちゃいい話だけど尺が長いからカットが半分やめて、はい、尺長いとか言わんとき聞いたらええやん、じっくりとじゃあ MC 側としてはMC 側尺も聞いてるんですよ、改めて MC 気取りせんでええって尺とか考えんでええねん、いいですね、うまいこと進行とかいいね、せき込まんでええって、わかりました、じゃあ続いて池田さん、お願いします。はい、いやでも今リアナスだったな。やっぱり親の方とか周りの方の助けがあってね。そうなんですね。高校野球はみんな。な、いろんな親知ってるからな、結構上条はな。うん、そうだね、いろんな、はい、出るよね、はい、甲子園都市伝説。都市伝説。難しいな、これ。甲子園都市伝説、まあ。そうですね、よく聞く噂レベルのやつなんですけれどね、都市伝説やから。はいはい、以前聞いたんですけれども、うん、あの甲子園で散水する水があるじゃないですか、綺麗に巻くやん、はい、夏なんか気持ちいいやん、はい、マウンドがシャーッとなる綺麗に、はい、あれがしょっぱいっていう噂があるんですよ水が水が舐めるとしょっぱい、舐めるとしょっぱい、はいはいはい、でこれまあ説が2つあって、はいはいはい、1個がまああの鳴尾浜近いんで、その海水を昔引いてた名残があって少し水に塩が混ざってる、はいはいはい、でしょっぱい説と
球児の流した涙が染み込んでいるっていう説があって、僕は2個目の方をしてます。いや池田さんの話はね、話もいいし尺も短いから最低最低はい、じゃあ上条さん、上条さん、岡田さん行ってみない？池田さん、岡田さんいいですか？岡田さん、俺別に何も甲子園の話ないで、まだ出すだけで、だって話広げるのうまいからね。ないで、日本シリーズの話になっちゃうんですよ、甲子園の。ないで甲子園の、ほんまにな。あ、あ、記憶に残る名勝負。いいの引いた、いいの引いた。ありそう、ありそう。これは俺は選抜で言うとあれやわ。やっぱり俺世代ね、言うたらちょうど1個上に清原選手ね。もうこれもご存知、俺がリトルリーグ時代対戦してるから、俺はもう皆さん知ってると思う。ご存知で誰も知らないです。いや知りません、誰も聞いたことないです。改めて言うわ、岸和田リトルリーグ、エースで4番、はい、もう岸和田リトルリーグというかもう関西で、はい、いや日本全国で岸和田の清原というのは有名で、有名だった、エースだったんですか？ピッチャーですごかった、ピッチャーですごかった。知らなかった。だからちょうど俺の1個上やけど、この入場行進した時一人だけもう高校生が混じってるぐらいの、もうそれぐらいもうダントツで、ピッチャー清原、そしてバッター岡田、1打席対戦してるんですよ。これは本当に名勝負で、いやよう自分で、いやいや本当に。結果ですか？スリーバンド失敗です。スリーバンド、いや打った。ただこの先にまだストーリーが、スリーバンド、送りバンド、スクイズ、スリーバンド失敗、ノーノーノー、セーフティーバンドです。おろずと言ってた。いや俺はね、それぐらいじゃ仕掛けようとしたら、セーフティーの、ほんまに野球のルールは知ってた。当たり前で監督はこうや、セーフティーバンド、サインだったんですか？サインです。出さない方がいい。もうこれこうや、まだ打っても当たれへんから、もう当たれへんから。いやピッチャーとしてもやっぱすごかった、すごかった。だから俺もね、中学になってセーフティーの意味、安全やろ、セーフセーフティーバンド、安全のバンド、失敗あるやないか。安全じゃないよね。安全じゃないのよ。確かに。そんな話はさておいて、やっぱ俺は岸和田リトルリーグで見た清原選手が、そのまま高校 PL、 あの清原やと、うん、そこの中での名勝負、まあ当然高校1年生で大活躍なんですが、はいはい、逆にあの清原が苦戦した清原対渡辺富雄、井野商業、井野商業選抜、あれがやっぱり今でも記憶にあります。上昇軍団の PL 学園もエリート、はい、ただ井野商業、昔ながらの高校野球や、メガネかけて、メガネかけて、なんか昭和の新聞記者みたいなメガネかけて何それ、何それ、メガネどういう意味、メガネ、もう本当にもう昔ながらの公立の、もう人数の少ない高校チームが、あのビッグな PL と対戦というので、戦前の予想やったら PL 勝つんちゃうかと思ったら、あの猪野商業一人、渡辺富美男さん、清原をバッタバッタ三振、あれはやっぱり衝撃ありました。猪野商業優勝したんですよね。そうです。で PL が負けた、負けたという名勝負、すごい、まっすぐ、セーブですもんね、ね、後セーブですけどね、私はそれ名勝負の、あーでもいい、渋いとこ選びました、ありがとうございます。ファンはさん名勝負って、名勝負、名勝負か、うん、僕はね、清原さんの時とかすごい、僕もちょうど中学校3年だから、はいはい、めちゃくちゃ高校野球をそれこそ1試合からずっと見てた時なんですよ、はいはいね、で、はいはい、あの時池田高校、あ、もうこの世代や、水野さんが3年生で、もう絶対 PL より池田の方が強い、はいはい、ただこの PL 学園っていうチームも若い選手が出てきて、はい、そこそこいいよっていうぐらいの情報ですよね、はい、でその池田高校に PL 学園が勝つんですよ、うんうん、ねえ、蔦監督率いる、そう、水野さん、山彦打線やなあ、水野の前はあの畑山さん、左の江上ねえ、恐怖の9番打者山口のそれは詳しいだよ。そうです。昔あの甲子園のベンチで蔦監督タバコ吸ってますよ、ね。そんな時代や、ね。ああ、甲子園時代が。すごいな。ちなみに五十嵐はどっか名勝負ある？でもね、やっぱ僕松井さんの経営めちゃくちゃ覚えてます。明徳とのね。確かにね。そうで、それでまた明徳勝ちましたからね。そうだから僕の後輩明徳高校に、まあ、ヤクルトに入って高橋の明徳行ったんで、その試合の、うん、その明徳の勝負に対する思いっていうのが好きで、はいはい、明徳入りましたってやついるんですよ。
あれ寺本素人2番いかんばん時の高橋君ですよね。そう、そう、ね、そう、カズマさんあれ見て行ったって言ったの、そうなんですか。だから あの時って、まあ、はいはい、松井さんを敬遠して、まあ、世間的にはね、めどく何やってんだみたいになったよ。ヒールな感じあったけど、あったけど、やっぱり野球だし、もちろん大事だな、高校野球っていうのもあるんだけど、やっぱり勝つためにそういった作戦をしっかり徹底したっていう野球に僕はすごいね。でもね、すごいね、すごさを感じたって言ったんですよ。それはそれでいいなと思って。素晴らしい。だからいろいろ言われるけど、見方っていうのもいろいろあるし、あれ馬淵監督がおっしゃってたんですけど、野球ってまあ殺すとか盗むとか死ぬとか物騒なことも多い中、ね、敬遠って相手を敬うって感じです。で、勝てません、どうぞ行ってくださいって登録けますっていう言葉だから、うちは敬意を払った行為ですよっていうふうにおっしゃってて、唯一ね、野球でね、はい、まあ、まあルール上のことだからね、そうそうね、全く問題ないんだけどね、はい。岡田さんいかがでしたか。いや、まだまだ喋り足りないというか、先ほどがちらちらずっと手元にユニフォームこれなんや、気になってしゃべる、いつ出すんかな、全然出せない、そうそうそう、なの、大きめのバスタオルちゃうのこれいや、まあ、ちょっと名勝負みたいな話になるかなと思って、あ、なるほど、出しとき出しときよ、わざわざ持ってきてんのに、はい、これ実はですね、花咲どこある、はい、すごいな、2003年ですかね、はいはい、豊田姫路高校と花咲徳栄が対戦した時に、2000年以降15回延長15回になって、うん、初めての再試合になった時に、うん、その時来てた福本投手のピッチャー、はいはい、福本投手からいただいたユニフォームをすごいのもらったね、ちょっとお持ちいたしまして、ね、どういった流れでもらうのじゃあ、この世代の方 の新年会に僕何だか毎年呼ばれてで新年会で普通に地元の兄ちゃんが新年会で、はい、もう完全に、はい、でもさ、ものすごく仲良くなりまして、ゆかさんよかったら持っててくださいって、クエントランホクワンと投げ合った時、そうそうです、で最後冒頭で押し出しで負ける、いや名勝負があった、名勝負があって、その時でも好きな人からしたらたまらない、だってこれ甲子園の土ちゃうんだもん、なんかすごいついてる、なんもこれ一生や、新年会のごまだれちゃうやろ、違うわ、確かにこれごましゃぶ食ってましたけど、これすごいこれ今回はプロ野球開幕前大予想スペシャル、次回はプロ野球開幕スペシャル、野球好き芸能人が今年のプロ野球を大予想、島内選手個人のグッズ作ってもらえてたんで、やっぱ気分よく投げると思うんですよ